東大生ママとフリーターママの笑顔そっチャンネル。改めまして皆さんこんにちは、子供は現役東大生、看護師ののっこです。はい、皆さんこんにちは。子供はフリーターともうすぐ高校生のともです。この番組では笑顔で子育てしていただけるような様々な情報をお届けしています。はい、ということでね、今回は、コロナ騒動でね、お子さんたちが長い春休みに入っていて、うん、皆様のお宅ですね、どんな感じでねお過ごしでしょうか。もうね、まだ1週間しか経ってないんじゃない。あ、そう、そんなもんか、ね、なんかずいぶん長く感じるけども、まだそんなもんなのね。まだ1週間、まだまだあるよ。うん、まだね、本当にね、あのトイレットペーパーあるよとかね、うん、言われながらもね、ドラッグストア行ったら何にもなかったよっていうね、うん、あ、そう、そう、いつになったら騒動落ち着くんだいっていうね、マスクはもちろんないし ね、マスクの話はしたけどさ、うん、そう、米騒動みたいな米がないとかさ、うん、もうえらいことになっておりますよね。落ち着かないね、はい、落ち着かないね。で、その中でね、うん、まあ春休みになっちゃってプリントなんかもお子さんたち出てると思うんだけど、どんな風に過ごすかっていうことでね、うん、逆にね、この長期休みになったことを生かした学習をすればいいんじゃないっていうことで、いつもお話ししているね、うん、石田勝則先生ですよね。うん。うん、この間、はい、目覚まし土曜日の朝にね、うん、出ていらっしゃいました、うん、生放送で。うん。で、この時期の、この時期、まあ、お子さんたちが、のやる気を引き出すというかさ、どんな風に過ごしたらいいかっていうアドバイスをね、うん、していらっしゃいましたわ。うん、で、東洋経済オンラインの方でね、記事も出してて、うん、まあコロナ対策で逆にね、この時期ならではで考えてみようっていうね、ポジティブな、うんうん、こと言ってらっしゃってね。で、その番組では3つ言ってたんだけども、うん、まあ、その東洋経済オンラインの中でもね、言っていて、うん、私がいいなと思ったところでね、まずね、2つね、うん、これはコロナ、まあ、今の時期だからいいんじゃないっていうところ、うん、2つね、お届けしようかな。先生は3つで言ってて、まあ、もちろん3つ目も有効なのよ。うん、なので、それもお話ししたいなと思うんだけども、はい。まずね、まあ、プリントとか出ててルーティンのワークってあると思うから、それをね、習慣化してね、やるといいよっていう話をしてました、やっぱり先生も。うん、うん、で、あの復習7割予習3割ぐらいで、まあ、復習重点的にね、漢字とか、うん、計算とかはね、これまでのね、新しいことに興味があればやってもいいんだけども、復習で漢字とか、計算とかは、うん、まあ朝何分とかこれで毎回やるみたいな感じで、うん、やったらいいんじゃないっていうことなんだけども、それ以外にね、うん、まあ、学校がないからこそ、うん、なんだろう、自分の好きなことをね追求して、タブレットとか、うん、まあ、そういうのって、ね、うん、あんまり見ないようにっていう風に、うん、ゲームなんかもね言ってるんだけど、うん、逆にこの時期は、パソコンとかね、うん、スマホとかタブレット利用しながらね、自分の好きなものを探求して、うん、調べてみるっていうのもいいんじゃないっていう話をね、うん、してましたね。時間があるんだもんね。そう、まあね、深掘りしてみるっていうのかな、だからこそ今までできないこと、うん、そう、夏休みの宿題自由研究みたいな感じかな。うんうんうん、そんな感じで、まあ、あえて動画で、今動画でいろんなことを勉強できるでしょ、うん、で、アップしてくれてたりとか。何でも勉強できるもんね、うんうん。だから動画を使って自分の調べたいことをどんどん YouTube なんかでもね、調べて、深掘りして、なんかこう、探求してみるっていうのかな。なるほど ね、たくさん自由研究みたいなのをたくさんしてみたらいいですね。そう、好きなことをね、とことん追求して、うん、好きな番組見つけてね、学んでみたらって自由にね、うん、うん、そういうことできるのも、うん、逆にいいんじゃないって、うん、思う。ね、大人はさ、うん、そう、オリラジのあっちゃんのさ、YouTube 大学とか私もよく見てるけどさ、すごいいいなと思う。見たことある？あっちゃんの YouTube。うん、ね、だから歴史とかさ、うんうん、すっごい面白くさ教えてくれるしさ、で本とかもさ要約してさ、うん、めちゃめちゃうまいからさ、あっちゃん語りがすっごい勉強になって、いいよね、すごい、いいね、うん、興味も、あ、そうか、読んでみようって思うもんね。そう、そう、それで聞いてざっと概要を話してくれるから、知りたくなったらもっと自分で深掘りすればいいと思うんだ、うんうん、だからそういうのも、うんうん、もう中学生とか大きければね、あっちゃんの番組とかめちゃめちゃ学びになると思うね。うん。うん、そうやって、うん、タブ
ット使っていろいろ自由に研究してみるっていうのは一ついいんじゃないって言ってたことが ね、この時期だからこそいろいろ出てきたことあるもんね。無料でどうぞっていうのがね、そういうのね、うん、どんどん活用しちゃうと、うん、でもう一つはそうだ家事のねお手伝いをねさせてあげると、うん、それも別になんていうの、それも学び、うんうん、今日はこんな課題でお料理のこれをしてみようとか、うんうん、楽しくなんだろうな、うん、それも学びの一つ、遊びながら学ぶというか、うん、お母さんも、ま、在宅になったりとかお仕事しばらくお休みだと時間があると思うから、うん、家事もあえてさせてあげて、こんな風に工夫するのはどうとか、いろいろ考える癖をつけるっていう ね、なんか手伝わしたいねんけど、うん、普段って忙しいから、うん、こっちも仕事してたりするとね、もうこっちがやった方が早いからって言って手伝いをさせてないっていうのはすごいあったよね、私も、うんうん、だからね、あえてね、その自立させるっていうのかな、うんうん、家事、自分のことをできるように、うん、どんな風にしたら片付けられるとか、うん、どんな風にしたらなんか美味しそうに見えるご飯になるとか、うん、いろいろちょっと研究して考えながらね、家事も自立してできるようにっていう、そういう、うんうん、逆に工夫しながら定着できる時期でもあるんじゃないっていうこと、じっくりね、勉強以外のね、うん、お家の手伝いをね、うんうんうん、取り込むっていうのね、いいよね、うん、もうなんか普通に生活の中で学びっていうのかな、うんうん、そういうことができるんじゃない、この時期ならではっていうふうに、先生は言ってたかな、うんうん、まあだからつまり学校とかじゃなくても生活全般を学びにしてみようってことだよね、うん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 、その自分の毎日の生活の中から、なんか発見して学んでいくと、今はね幸いで、こうインターネットでいろいろ調べたりもできるし、うん、そういうふうに学ぶといいんじゃないかなと。あとはね、うん、どうしてもダラダラするとか時間割とかいう意味では、先生はよく見える化って言ってて、子ども手帳とかも言ってるんだけど、うん、何かこう朝昼晩の自分で決めさせてあげて、うん、朝は計算とかご飯食べてみたいな、うん、そして自分ができたところにはあの赤線を引いてね、それでできたっていう、うん、あ、今日もやったぞっていう丸バツみたいな ね、それで達成感っていうのかな、うん、そしてそこにポイントとかもあのつけてあげるともっと喜ぶよっていうので、うん、簡単にのタスクだったら10点とかで、これすごいよってなったら50点とかポイントつけてあげて、うん、それで消しながら、あ、今日はやることやったぞっていう、うんうん、そうすると毎日やったことが見える化するから、あ、うん、今日も無駄に過ごしてないっていうね、うん、でポイントもらって、それはお金でも何でもいいし、別に何かでもいいんだけど、ポイントがたまってて、うんうん、わー100点もたまったねみたいな、そしたらなんかちょっとしたご褒美でもいいのかもしれないし、うん、そうやって一日のスケジュールをちゃんと見える化して、うん、やったものは消していくってすると、やっぱりきちんと、うん、あれかな、スケジュール通りね、うん、やった方がいいのかな、うんうん、ある程度はね、うん、っていうのはあるけれども、うん、まあそれも自由なんだけどもね、うん、まあ見える化して一日ダラダラって、やっぱり何もすることがなくなったら急にほっぽらかされて大変な感じがね、あっという間に時間は過ぎていくもんね、うん、何もしないでも遊んで過ごしても一日、うん、うん、いいんだけど、自分でそれも自分で立てさせるのよ、スケジュールをね、うん、じゃあこの1週間どんな風にするって言って自分で決めさせて、うん、こういう風にスケジュール、そしたら自分の生活っていうのもまた改めて見直せるじゃない、うん、うん、それでまあお家の手伝いなんかも楽しくしながらね、また家族のつながりね、うん、深めて楽しく遊ぶもよし、突然 ね、突然みんなお家にいなきゃいけなくなっちゃったわけだからね、それを生かして本当に、うんうん、それを生かして工夫して、これはそしたらどうしたらもっと良くなるかなとか、みんなで考えたりとか、うん、いい機会なんじゃないの、逆に、うんうん、そうやね、このせっかくできた時間を有効にね、うんうん、使えるといいよね、そうだからもう動画をどんどん活用するっていうことと、家事をね、うん、お手伝いさせながら自立させるって、うん、その中でね、自分で考える力っていうのを養っていったらいいんじゃないって、うん、与えられるタスクじゃなくて自ら探していく、なるほどね、うん、そういう力をつける時じゃないのって言われなくてもね、自分で好きなことを学んでみようと、うんうん、そういう時間にしたらっていう前向きに言ってらっしゃったね、アクティブラーニングっていうか、もう最先端じゃない、うんうん、だからもう、うん、なんかどうしようとか、なんか焦ったりせずにね、どーんと
うん、人生全体の学びをしてたらいいんじゃない、うん、じゃあどうしたらいいかなって家族で話し合いながらさ、うんうん、そこで考える力を養うことがいいんじゃないかなっていう話だった。なるほどね、うん、そういう話をしてる、うん、だから皆さんも一日の生活の中でね、いや家事とかはいいと思うよ、あえてめんどくさいからさせたくないけどお料理一緒にするとかさ、うん、教えるとかさ、うん、お料理楽しいと思うわ、ね、楽しいよね、うん、子供したいよね、うんうん、そういう時間を作ってあげるとかさ、うんうん、あとはもう畳み方のコツとかさ、みんなで発明するどれがいい、うん、一番いいやろとか、ちょっと楽しくね、うん、そうね、おかなんかね、そうだよ、せっかく時間あんねやもんね、せっかく時間あるからそういうところに丁寧に向き合ってみてもいいんじゃない、普段スルーしちゃうような家事一つ一つとか、うん、うなんかそういうところ、うん、見つめ直していく機会でもあるだろうしね。そうやね、うん、ということで皆さんね、はい、ぜひ時間が、ね、ある時に 今しかできないこと、うん、考える力を家族で養いながらですね、うん、いろいろチャレンジしたりしながら逆に楽しめるところは楽しんでいこうと。そうね、うんうん、なんか楽しみに変えていこうよ ね、うん、というお話でございました。はい、まだまだね、はい、何休みになるのかな春休み、もう本当続きますけれどもね、うん、でもね、うん、日常の本当何気なくね、うん、過ごせてることのありがたみを感じるよね、これだけパニックになるっていう、うん、なんていうの、もう平凡な日常にも感謝だよね、こうなってくるとね、うんうん、そう思う。だからせっかくだからね、大事に一日一日ね、うん、なんか楽しく過ごせたらいいよね。そうね、そうね、うん、楽しくね、楽しくね、うん、もう何しか、はい、もう笑いが免疫力高めるから ね、 ね、そうそう、それよ、うん、なんか楽しいこと考えよう、今しかできない、うん、うん、本当になんか楽しいことあったら教えてください。もうあのコメント欄でお待ちしてます。はい、楽しいよとかね、ありがとうございました、うん、はい、はい、ということでコロナ対策、ぜひぜひ皆さんもね考え直してみてくださいませ、うん、はい、今日はねポイントをね石田先生から教えてもらったものを、シェアさせていただきました。はい、またチャンネル登録グッドボタンいただけたら嬉しいです。はい、皆さんね、免疫力高めて頑張っていきましょう、うん、笑顔でね、はい、はい、笑顔でね、そう、小型上げてね、はい、ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。